にちは、カズマです。4月23日、火曜日かな、今日は、火曜日ですね。で、時刻は昼の2時半を回りました。今僕はオークランド空港の近くにあるこの周りがね、すごい広い公園みたいなところに来ています。まあ、公園というか、まあ、なんというか、あの、サッカー場みたいなのもあるし、で、あと奥の方にはなんか、ちょっとした池みたいなのもあって、まあ、なんか、ランニングコースとかなんかいろいろあって、なんかそういう、ちょっとした憩いの場みたいなところに来ています。ちょっと今日風強いけれど、はい、ご了承ください。いやー、めっちゃいい天気っすね。もう雲一つないですよ、ご覧の通り。もうニュージーランドでの、この放浪旅も、もう残り1日、となりまして、で、明日の24日水曜日に日本へ帰国します。オークランドから、香港の空港で乗り換えて、そこから成田空港に到着するっていうわけなんですけれども、いやー、この1ヶ月弱の間、もうたくさんのことを経験して、いろんな人たちと会って話をして、で、今までにないようなすごく美しい自然の景色であったりね、山と湖、森、そして日本では滅多に見ることのないような動植物とか、そういうものを目にすることができて、ほんまにすごいいい経験になりました。いや、まあちょっとあちらにも、ニュージーランド固有の鳥が、なんかうろうろしてるんですけれど、これも、ニュージーランドでしか見れないような鳥がたくさんいますんでね。あ、ちなみに今ちょっと後ろで、なんか芝刈り機、刈り払いをしている人がいるんで、ちょっと音が響くかもしれません。ご了承ください。まあ、いずれにせよ、いろんな人たちと会って、まあ、いろんな話をして、ほんまにその楽しい時間を過ごすことができて、改めてこの国へ来てよかったなと思います。あとはそうですね、何を言えばいいかな。なんか印象に残るのは、まず、こう、ニュージーランドという国が、思ったよりも治安がいいっていうことと、まあ場所によりますけどね、それは。まあ、ただヨーロッパとかアメリカと比べたら、だいぶ治安はいいですね。トイレも無料で使えますし、水は、水道水は普通に飲めますし、あ、さっき言ったそのトイレに関しては、ヨーロッパ、フランス、ドイツとか、なんかそういった、ヨーロッパの国々へ行くと、公共のトイレが有料なんですよね。駅のトイレとか、なんか商業施設のトイレに行くと、なんかお金払わないといけないんですよね。日本円で50円とか100円程度のお金を払わないといけないんで、まあ、50セントとか1ユーロとか、まあなんかそんな感じの、その細かい金額を払わないといけないんで、まあ場所によりますけどね、ヨーロッパに関しては。スロベニアとか、セルビア、ポーランド、スロバキアとか一部の国に関しては、なんか商業施設、ショッピングモールの中にあるトイレだったら無料で使えるんで、そういうところを狙っていけば問題ないかなと思います。ただ、話を戻しますが、このニュージーランドに関しては基本的にどこのトイレも無料で使えるんですよ。多分それだけもうセーフティーというか、まあ、安全に使うこともできる。だからそういう、ほんまにいい国なんだろうなっていうふうに感じましたね。まあ、オーストラリアの場所によっては、まあ、無料で使えるところはあるんですけど、まあ、基本的には無料ですかね。ただ、トイレの数に関しては、なんていうんですかね、トイレの数に関しては、割合ニュージーランドの方が公共のトイレは多いかなっていうふうに感じました。はい。いやー、ほんまにもう気候がもうちょうどいいというか、もう最高に清々しいですね。もう全然湿度がないんで、すごい、快適で過ごしやすいです。で、明日、日本に向けて帰国するわけなんだけれど、もう4月下旬、もうそろそろゴールデンウィークか。もうゴールデンウィークの時期の日本って、いやーどうなんだろうな。なんか湿度が増してんかな。多分こっちより湿度が高いんじゃないかな。なんかそんな気しますね。いやーでも人生何が起きるかわからないし、この五体満足である今のうちに、まあ、ちょっともう一回海外を旅したいなと思って、それで来たわけなんですけれど、まあ自分で目にしたものを、もうダイレクトに感じたいというか、
やっぱそれ、なんかいろんな人たちと会って話をして、いろんなものを見て聞いて、まあその自分自身いろんなことを感じて、で、それらをもとに、まあ今後のその自分自身のその成長の糧に、まあその成長につなげていきたいなというふうに感じてますね。まあそういう、なんか、なんていうのかな。まあ、経験値を重ねることによって、人生生きていく上での糧にして、いきたいなっていうふうに感じてはいますね。ちょっとこれ言語化しにくいというか、これどう表したらいいかわからないですけど、ただ、うずくまっていたところの、結局何にも変わらないですし、もう自分自身が、よし、やろうとか、よし、もうこの場所へ行こうっていうふうに、自らの意思で判断して行動するようにしないと、1ミリたりとも変わらないんだろうなっていうふうに感じましたね。なんかそのことについて、再認識したのが今回のニュージーランド旅ではありますね。あとは、まあその幸せだと感じる、そのハードルが大幅に下がったっていうのと、まあその幸福度であったり、あとはなんかその人生におけるその考え方であったり、あとはそのいかに少ないもので生きていけるか、その最小限に留めることの大切さであったりね。まあそういった諸々をもう全部含めて、まあすごいいい勉強になりましたし、いろんなことを学びました。これは本当に、来てよかったなと思いますね。まあ幸せとは一体何なんだろうとか、そう人生において、まあ、自らの人生を見て何をしている時が楽しいのか、どんなところへ行くのが自分にとって幸せだと感じるのか、どんなものを見て好きだというふうに感じるのかとか、面白いというふうに、感じるかとか、もういろんなものを全部含めて、なんかそこら辺、なんかそう自分自身を振り返る、なんかそういった面でも、ほんまに、ニュージーランドに来て、まあ、ほんまにニュージーランドに来てよかったなというふうに思います。はい。いやー、本当に楽しい1ヶ月のニュージーランド放浪旅だったなーって、今になって思うよ。で、この旅をしている中で、同じ日本人の留学生、またはワーキングホリデービザで来ている人たちもいて、何人かそういう人たちとも会ったんですよね。まあなんかそういう人たちと話をしてて思ったのが、みんな日本以外の国で、何かをやりたい。なんか人それぞれ、まあ、野心があって、目的があって、それ向けて行動している人たちっていう、なんかそういう印象を受けましたね。なんかいずれにせよの日常生活では出会うことのないような、なんかそういう人たちと出会えて、とても刺激を受けたというか、まあ、いろんな意味で、いい、経験になりました。そろそろね、もう時間ですし、もうこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。あ、ちょっと眩しいな、これ。